僕はこの浦和地界 のうどんも正直全く知らなかったんですよね。だから二十歳から僕北九州福岡いなくて、はい、熊本におったんですけど、はい、そこからの流れで、ちょいちょい帰ってきたんですよね、はい、でちょいちょい帰ってきた時に僕のおかん母がおかんがこう「あんた美味しいうどん屋があるんよ」って言って、おかんうどん屋をずっと昔からしたいしたい言ったんですよ、おかんは。はい、で、あ、そうなんでって、そこのうどん屋がなんか有名でって、その大元が有名でってなんかあるらしいよって言って、で、そこ、私が好きなところはご夫婦でやりよってって言って、はい、ああね、なんていう店って言って、それがもう紀元さんやったんですよ。はい、石田にある。はい、の紀元さん、もう今はまあ優待されたんですけど、はい、だから、もう一番弟子みたいな形ですね、はい、おやすさんの、はい、その方がおって、で、まだいろいろ店舗があるって言って、はい、そうなんやって言って、その久兵衛さんに僕は初めて行ったんですよね、はい、衝撃、何こんなうどんあったんやって、スケさんしか知らんかったわっていうなって、ああすごいな、そっからもうハマってしまって、はい、そんな宴会でも大元は津田にあるって、今やっぱ小倉の僕たちから来たくらいからしたらちょっと遠さがあったんで、はいはい、しかもすごく並ぶって思いました。もうビビりながらもう初めて行ったのはゴールデンウィークです。2時間並びました。2時間。僕も行った時は2時間並びましたね。うわって、うどんでこんなに並ぶお店がここらにあったんだと思って、そこで娘さんとかって会って、大安さんの娘さん、ちょうど僕は飲み屋しようってところなんで、もうたまたまですよ。で、お互い出会ってって、でこう食事とか行く中 で、そこから繋がってですね。まあ、長さもそうなんですけど、はい、太さ、はい、幅全部違います、はいはいはい、なので食感が全然違いますね。まあ簡単に言うと、あったかめの方が太いですね、はいはいはい、で、はい、細め、あ
冷や麺の方が細いです。まあ細麺ですね。14時間は余裕で、あの24時間から2日、1日から2日はもう熟成しますね。熟成なんですね、はい。で、うちの製法っていうのは讃岐製法とは違って、あの讃岐さんはもうあの団子の状態であの熟成をされるんですけど、うちは、もう切りながら熟成していくんですよね。で、もうでさらに、こう、もう熟成ってまあ腐敗に向けていくもんなんですけど、そのギリギリのところでいい麺を出していくっていう、なんで切った状態で熟成するって感じです。讃岐製法をやられてる玉で作る団子で作る製法のところは、団子の状態で熟成する、で熟成されたやつを、もうお出しするときに注文入ってから麺を切るっていう感じなんですけど、うちは逆転なんですよね。これがまた違った製法であって、裏打ち会はそのこちらの製法、津田屋官兵衛さんの製法と、団子の製法を、取ってるところもありますし、これがどっちがどうじゃなくちゃダメとか決まりがないんで、もう本当にそこの店舗の、大将の方が、あのどの製法が一番いいかっていうのを、あの自由に決めていい。うちはなぜこの製法を取ったかっていうと、どうしても冷や麺が讃岐製法よりも抜群にうまくなるんですよ。これはまあどこまで行っても好みによりますけど、やっぱり自分が食べた中じゃもうこの製法の細麺はちょっとり唯一無二になりますね。なんでやっぱうちは年中あの冷や麺ありますから、もうやっぱり今の寒い、今2月ですけど、2月の寒い時期、12月、1月、2月って言ってもバンバン冷や出ますね。そこは違いますね、やっぱり。やっぱりね、あの裏打ち会の部分って、まあ、特にその、まあ、腰含めてなんですけど、あの麺のツヤがすごいじゃないですか。そうですね。食感のね、あの辺がやっぱり他にないうどんになってくるじゃないですか。あれはやっぱりもう結構やっぱり熟成加減っていうのがやっぱり結構大きいですか。いや、そうですね、まあ、熟成加減プラスやっぱり火力っていうので、まあ、あのこれ火力が良かったら湯がくときにですね、どうしてもこう透明度とかが出なかったりもするんで、やっぱしっかりとした温度で沸騰した状態であの湯がいていく、常にっていうので、こう釜で麺がおごどって、こう火の入りが、熱の入りがこう良くなるって感じですかね。うちはもうちょっとやっぱ讃岐製法さんと違ってちょっと特殊なあの熟成方法をまたさらにしてるんですけど、まあこれはもうあの秘密事項なんですけど、あのちょっとこう黄身がかるんですよね。そうですね、はい、まあ黄身、緑というかちょっとね、そうです、なんでこれはもうあの、はい、熟成のまあ具合のあれで黄身がかかっていくって感じですかね。麺をこだわって出す美味しい麺をっていうので、だからやっぱ小屋さんがこうやっていろいろこう熟成とかもいろいろ考えたりとか、だから最低6時間っていうのが決まってるんですよ。最低6時間熟成しないとやっぱりこう、このバーって毛羽立つんですよね、切ったばっかりって。これが熟成することによってこう馴染んでいくんですよね。まあ打ち粉とかもついてますけど、もう打ち粉っていうのは結局麺同士がくっつかないためなので、はい、でこうくっついてそこからのビューターっていったら熟成のように熟成された時にうまい麺が出来上がるんですけど、まあこうなる時間帯で6時間っていう感じですかね。ただ細麺に関してはそのまま出してもうまいんですよ。面白いです。やっぱ感覚的に、その例えば最大だともう48時間とか言われたんですけど、6時間と48時間じゃまた全く違う。ああ、全然違います、はい。でも、あの舌触りが違ってきますから、やっぱツルツル度とか、まあ、まあ腰も違いますけど、48時間とかやったら、もうギリギリやったら多分もうすごいですね、多分こう、なんていうのかな、ペタン、ペタンみたいな感じですね、まあ、細麺とかやったら。あの冷やで出した時に、冷やはもう麺切ってすぐ、でも美味しいんですけど、その時の食感はツルツルです、ツルツルな麺でこう喉越しって感じなんですけど、熟成かけた麺は何ですか、表現難しいですけど、こうなんかこうペタンってこうくっつくっていうか、まとわりつくというか、すごいんですよ、なんか。まあ、やっぱりちょっと なんかその DNA 的な感性はね、やっぱりね、ありますね、なんか嫌ですけどね。ありますので、
職人としてのなんか森山大将としてはどんな感じに思われますか。そうですね、僕は多分 そっちとしか見てないですね、はあ、そういうふうなこう、はあ、ラーメン屋の大将、はあ、まあ海流ラーメンを築き上げたっていう、はあ、一人のその、うん、大将としてしか僕は基本見ないですね、はあ、まあそれはまあ同じこう飲食をやり始めて、はあ、うん、まあ、その苦労さも分かりますし、まあ でそこまでをこうやっぱり海流ラーメンっていう、はあ、横浜博物館にも出したりとか、はあ、した時にやっぱりその苦労とやっぱり積み重ねたものの難しさ、凄さっていうのがやっぱりもう分かるじゃないですか、うん、なんでやっぱすごい認めざるを得ないっていうですね、うん、まあだからこの間横浜ラーメン博物館の話も聞いたんですけど、正直すごいやん、良かったやんっていう前に、はい、うん、歯を食いしばりましたね。なんか悔しくてですね、うん、なんかまだまだやって、はい、ってかまだやっていう、まだまだもう全然もう足元にも及んでないんかって自分でこう感じた時に、ただ、はい、うん、悔しかったですけど、その分可能性は僕のが今はあるとは思ってますんで、まあここからもうさらにこう地に足つけて、はい、っていうモチベーションにはなりましたね、まあ、答えがあってもそれに対してこう、うん、それをこなせるかっていうのも、はい、またそれも答えないじゃないですか、はい、そこに対しての挑めるこの何ですかモチベーションとか、はい、うん、バイタリティっていうのはもうすごいなって思いました ね、まあ、そこはやっぱり、あ、やっぱり一世風靡した一度一世風靡した人ってもうやっぱすげえんだなっていうのは正直言って感じたことが悔しいです。そしたら変えてもらおうと思って、だからもう火にいかんねん、それなら。そうですね、まあ、ももとか何でどうとかは、はい、昆布とかは、はい、基本決まってしいたけとかは入れとるとことか入れてないとかあるんですよね、はい、でまたカツオとかは決まってます、はいはい、ただ決まってるけど割合は自由ですよっていう、はい、一応ガードのあれは決まってますから、そこでまたさらに自分がアレンジするのも、はい、勝手ですっていうのがもうおやつさんの裏打ち会の決まりですかね、はい、決まりというかまあ最低限のあれですかね、はいはい、で決まりがあってないみたいなもんですよね。これは使っていい、あ、これは使わなくちゃいけないですけど、何グラム入れようが、そのお店のやっぱり麺が変わればもうお出汁もまた変わるしって、その結局トータルバランスになるんで、あとあとはもう火のつけ方ですよね。火の火力でやっぱりお出汁の塩味が変わってくるんで、そこをやっぱもうそこの各対象がもう調整してってなるんで、そうそうです。どうするまで待ちます。津田屋さん。じゃなくて津田屋の一部の人しか会社は知らないんで、はいはいはい、まあてかまあその本部の方と津田屋と本山の、はい、だからまあそれがもう命ですよね。まあ、そうです。はい、戻られる、はい。これをもう裏打ち会が使っていくっていう、はい、
絶対に。でこれを使わないお店は裏を使いって承認されないっていう、はいはい、のが決まりになるんで、うん、この状態でもう吹いてきたんで、冬場と、ま、夏場でお出汁の漬け方がもう全く変わってきます。はい、やっぱりもうそれはもう水温がもう明らかに違ってくるんで、やっぱり染み込み方が違いますし、夏はやっぱ早いんでやっぱりこう塩味が強くなるんで、そこはこういろいろ試しながらこうやってますね。水温とか確認しながらって、まあ、ざっくりこうもう、まあ、もう水が冷たくなったらもう常に水触るんで、大体の感覚で、あもう冷たくなったね、水があって、あったらもうそろそろお出しようって、もうあの違う買い方にしようかって言って、いうような感じで変えてますね。この状態で一気にです。出来上がったらまた一回冷やす感じになるんですね。そのまま使えるは使えるんですけど、うん、やっぱり冷やした方が、冷やしてまた温めた方が締まりがグッてこう締まりますね。味の締まりが。尖りとかもやっぱりちょっと変わりますね。そうですね。まあ尖り系はですね、今から、はい、あの後からするこの鉄ごてで、はい、あの丸みが出るんですけど。はい、と思ってます。僕と親ができない鉄ごて、そうそうそう、謎の鉄ごてなんですけど、やっぱり魔法の鉄ごてです。はい。まあ、これあるないはもう、うん、僕から感じてもやっぱ、うん、変わるっていうか、やっぱこうもっと丸くなる、はいはい、尖りがなくなるっていうので、はいはい、でさらにそこから冷やしで、はい、一回グッてこう味を締めるという感じですかね。鉄ごてっていうかね。あ、先端は別にあれか、そうです、本当に単純な棒、はい、もうただの本当鉄の棒ですよいしょ、沸騰しましたので、はい、入れますこれは噂の鉄ごてです投入します。入れるだけの謎の作業あ、これ入れ時間もあるんですよ。はい、入れる時間もあるんですか。あ、でももう冷えていくんで、どんどん、はい、これで完成です、はい。まあ、あと冷やしてですね、ワープにして、まあ今からこすんですけど、はい、これがなんか水晶黄金の涙って言ったら何の涙ですか。これはですね、黄金色のお出汁なんですよ、はい、で、麺に関してはひまわりの涙麺。今は答えがある程度出すけど、こう本当、うん、もう最初の頃はいろいろ試行錯誤してて、はい、やっぱうちの麺に、今の麺に合うお出汁だったりとか、まずでもどっちか先に決めるかなんですよね。麺を先に決めるのか、これとしてこれで勝負する、それに出して
味の塩味だったりとかも決めていかなくちゃいけない。まあ塩味っていうのは基本的に入れる分量は変わらないんですけど、もう火加減ですね。あとはなんで結構お出汁はこう火加減行き過ぎたらやっぱり辛くなりますし、やっぱ醤油だったらこうバランスが悪くなるんですよね。だから僕が求めてるその一杯の麺とお出汁、まあ具を入れた中での天ぷらとかのもうトータルバランスっていうのがもう一番最重要ですね。安倍さんとかよりも麺がちょっとどうしても同じようにしとるんですけど、やっぱりどうしてもこう機械によったりとかその圧力で変わってくるんで、まあその都度その都度でいろいろ変えてるんですけど、なんでもう結局最終的なそのお出汁と、麺とあとまあ具とかのトータルバランスっていうのを常に重要してますから、ここだけですね。お出汁が良くても麺が良くなかったらバランス的に悪いし、麺が良くてもお出汁がやったらバランス的に良くないんで、結果トータルバランスっていう一杯を考えてます。そこ結構重視してますね。なんですかね、かんすけぶっかけってあるじゃないですか、これかあの神戸さんしかないんですよね。で絶対にお出汁にしもうめちゃくちゃ美味しいんですよ。めちゃくちゃ人気ですし、で、まあ、うちと神戸さんなんですけど、でメニューも一緒にとりあえずもう既存のまま出したいんでっていうので、おやつさんと同じメニューで、神戸さんと同じメニューで、でお出汁にした方が絶対うまいだと思って刻み大葉をあれしてお出汁がめちゃくちゃ人気出ますね。でこれ梅トッピングとか でさらにうちは今一番推してるのがこちらですね。このミニごぼう、ミニ肉ごぼうと、もうごぼうも肉も丼も食べたいという人がもうこれの値段で出してますね。で僕はさっきパッと見た時に多分絶対これ頼むだろうな、めちゃくちゃ女性の方も多いですね。ちょうどなんかよくて、まあ、男性足りなかったらもう麺を盛りとかするんで、まあ、うちがこれを押してますね。まあ、やっぱスピード速いです、ね。はい、僕らみたいなね、おっさんでも絶対これ食いたいなと思います。でもう丼も選べますんで、やっぱうち天むす取り手に出ますね、よく。なんかすごく美味しい。どうぞお先に食券買ってください。どうぞ。大丈夫、美味しいからまた来た。はい、すいません。ありがとうございます。すいません、のれんかけますね。いやいや、もうちょっと手的にちょっと。
はい。セットの牛カツいっていいよ。お配り具だくさん。お配りは全部でご飯やね。はい。いらっしゃいませ。具だくさんのお客様。どうぞ、お待たせしました。うどんセットのエビです。お願いします。神戸さん、初めて来られたって言われましたけど、いかがだったですか？ここがですね。あ、ここは、うん、あ、そうか、ここは初めて来られたね、はい。どうだったんですか？うん。うん。盛り付け方も綺麗で、だしも綺麗だし。だしもちょうどよかったです。あの、後継たつの2人でちょうどいいです。あ、そうですか。ありがとうございます。でも、何でもしますよ。もう、どこの大将さんもみんな何でもしてます。はい、そんなもう僕みたいな本が。一名様。はい、はい、お疲れ様です。
どうぞ。ごぼういなりです。ああ、よく聞かれますよね。テレビの取材でも津田寛兵衛さんでいた時も出演の時も、触ってください、暑くないんですかですけど、正直言いますね、暑いですよ。100度超えてますんで、だけどその時に、まあでも手で触らないとですね、僕たちはここで触るんですよね、このあれ感じで。それで、まあ、耳タブだったりとか、まあ、こういうところの、食感で、芯があるかないかを確認するんですよね。なんでこうやってタイマーがあるんですけど、タイマーは一つの目安でしか過ぎないですね。しか過ぎないんですよね。なんでまあうちとかだったら冷やだ、あったか麺、冷や麺、そしてぶっかけのあったか、まあもう全部ゆで方が違うんで、なんでもう釜がもう何通りの茹で方もあるんで、なんであったかいともう4人前ずつしかやっぱ一気には入れないですね。で4人前入れて数分後に4人前入れてでないと釜の温度が下がるんで、釜の温度がやっぱり下がったらその透明度だったりとか、熱伝導が悪くなるんで絶対にそれはしないんですよ。これはどこのお店でも一緒だと思うんですけど、ラーメンも同じだと思うんですけどね、やっぱり常に沸騰させてくれて、その中で触っていく。で、一回そのぬめりとかを取って水で流してって、でさらに測ってで、最終的に最後の調整でお客さんの口の元に持っていくちょうどいいところでバーンってあげる感じですよね。これがもう、まあ、裏打ち感のやり方ですね。なんでよく多分他の店よりかよく触ると思うんですけど、もうこれはもう津田屋勘兵衛師匠のやり方で、もう触って確認するっていう。僕ちょっとイメージ的にはなんかもうちょっと指先で触ってるのかなと思ったら結構ガッツリでしょ、はい、結構ガッツリ。途中最後はですね、指先のこの先があるんですけども、途中はもうガッツリこう触りますね。この感覚で一気に上げますので、もう本当にもうこんなんしか触らんでもペッて触って分かる人もおれば、やっぱもう僕はもうずっとこんぐらいの長さでしか分かんないんで、僕はもう結構しっかり握りますね。暑いけどめちゃめちゃ暑かろうな。まあ暑いですけど慣れですね。だから逆に触りすぎて皮膚が、サラサラになるんですよ。どんどん凹凸がなくなって、こっちの方が逆に手を使うんでゴツゴツになるんですよ。豆とかできたりとかするんで、ここ豆とかできたりするんですけど、こっちはツルツルになるんですよ。違うんですよ、こっちとこっちが。面白いですよ。天むすですね。大体もう、はい。
どれも美味しいですけどね。一昨日も来たんですよ。会社の仲間と。はい。ね。会社の仲間です。初めて釣りに来た。そう、美味しかったです。大体どれくらいの頻度なんですか。私は大体週1ぐらいには来てると思いますが。会社がこの近くなので、お昼を、はい。まだ結構こちら、お店が1年目ぐらいなのかな。まだ1年目。そうなんですか。はい、結構まだだから比較的結構綺麗で、まあ、の私が見つけたのも大体1年ぐらい前やから、前からあるのかなと思ったんですけど。じゃあオープンぐらいが結構。ああ、そうなんですね。はいはいはい、もう大ファンです。あ、すみません、ありがとうございます。はい。セットカツ、ドリエさんこ、天ぷらうどん入ります。はい、天ぷらいいよ。今日はカツ丼セットみたいな感じです。みんな一緒です。今は福岡からだと結構やっぱ大地の丼とかに行かれたりとかはされるんですか。何回か行ったことはあります。だから比べてどうだったんですか。比べていや、どっちもいいですね。ある2のお客さんとかは、神戸も含め、ひまわりの涙目に黄金のお出汁って言われたんですけど、やっぱり、黄金ですもんね。これが煮込みがあったら、こう雑味がやっぱ増える。なんか全部が入ってるのが、発酵かやく。とろみが出てくるんで、